大体1週間前くらいになりますかね。マリオメーカーの動画冒頭で、まあこういうコメントがたくさん来るんだったら、マリオメーカーの実験も考えなきゃいけないなっていう話をした回のお話なんですけど、ようやく先日ね、その動画が公開されて、公開予約なんで、まあ結構ラグがあるんですけど、その動画のコメント欄の反響が結構大きくて、いろいろと考えさせられるところがありました。本当にまずは感謝ですね。ありがたいっていう気持ちが第一番に行きます。本当に。で、その2で、その2として、改めて考え直さなきゃいけないなっていうのは、そのいわゆる嵐コメ、アンチコメっていうものの中から、うまいことをその、なんていうのかな。まあ、すくい上げるって言えばいいのかな、その自分のためになるもの、その言われたことで腹を立てたりとか悲しむんじゃなくて、一歩引いたところからそういうコメントを見て、あ、こういう風に思われてるのかっていう、じゃあどうするかっていうのをこの一歩引いたところから見て考えられればいいかなとは思ってはいるんですけれどもね。まあなかなかそういうのは難しいもんですよね。口では言えてもなかなか実行できるものではないからね。でもやらなきゃいけないのかなとも、思いました。とにかく自分は頑張らなきゃいけない。まだまだですよね。これからこれからっていう。まあもともと増長してたわけではないんだけれども、ああいうコメントの多さにね、どうしてもこう萎えてしまう時もあるのでね、まあ支えていただけたらなと思います。はい。じゃあやっていきますかね。最初暗い話になっちゃって申し訳ないんですが、今回もね、元気よくやっていきましょう。Peace It Run! またこう、時間に迫られる系のコースなんだろうね。なるほど。まだ一人クリアされてるから大丈夫だと思うけどな。うわぁ、ここが。やばいやばいやばい。どっち？うわぁ！どうするの？普通に進んでいって、こう行って、こう行くと、おお入れた。けれども死んだ。でもこの流れですね。オッケー。うわ、これ、むずそう。はい、よし。オッケー。行き過ぎない、行き過ぎない。ここはこう。ああ、時間かかる。いや、ここむずいぞ。時間足りるかな。いやー、惜しい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 。あとちょい。オッケー。左入るんだよね。クソ入れなかったなあ。そこでミスんのか、マジか。間に合わなさそう。意外といった。よし、オッケー。なんだ。ごめん、全然喋れる余裕ないわ。本当に余裕ない。もうこういう時くらい。びっくりするくらいこのコース喋る余裕ないわ。あれだ、喋ったらクリアできないコースっていう内容にしよう。あぶね。うわ、ミスった、そこ入ん。落ち着いて、落ち着いて。あー、マジか、落ち着きすぎた。なに、なに、うわあ、右ってあれ壁キックしてあそこ入んのか。
喋る余裕ねえわ。やべえな、このコース。喋ったらクリアできないコースって命名するこの動画はそういうタイトルです。喋れなくてすいませんでした。マジで喋ってないよ。クリアタイムね、42分ですね。多分俺42分中喋ってたの6分くらいかもしんない。冒頭入れなかったら本当に喋ってないです。ひえー、これはいいコースじゃない？これクリア率どうなるかな？ 0.1 は切れそうだね。 0.0 台入りそう。入りそうです。でも多分みんな、やらないかな？やめちゃうかもしんないけど、もしあのマリオが、あの、分母ね、あれが1万ぐらいいけば多分 0.09 以下は多分切ってますね、このコースは。切りますね。想像できます。いやー、クリアできた。よかった。本当は30分切りたかったんだけどね、ちょっときつかったです。はい、じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。